西鉄グループ西鉄バス西鉄バスクルメ慶長支社所属の高速車後、今地支社所属の大型車後、今地支社所属の中型車自社導入した、中型ロング車両吉井支社所属の小型車右は、給料地区交通オリジナルカラー旧南、地区交通オリジナルカラーのバス西鉄バス、クルメ株式会社は、西日本鉄道の子会社の一つで、福岡県久留米市、柳川市を中心に、 路線バス及び貸し切りバスを運行するバス事業者である。西日本鉄道100%出資。西鉄バスクルメの路線は、西鉄本体からの管理委託によるものが中心である。また、クルメ市外の路線については、路線、車両とも完全移管されている。内は営業所表記。実際は、丸の中に漢字1文字、または2文字で表示する。すべて、 福岡県。担当路線は西日本鉄道より、管理委託を受けた以下の高速2路線。営業所の敷地は待機場としても使用されている。2013年4月1日より、久留米市街地の一部区間において、行き先番号の統一が行われることになり、以下で挙げる区間では、始発地に関係なく行き先番号が変更される。2007年4月まで、市内線の一部は、 始発地に関係なく、経由と終着地だけで行き先番号が決められていた。一般路線バスの運行地域の未記載。このほか西鉄系他社のターミナルにも乗り入れる。かつては、戦前の連絡自動車から引き継いだ郵便物輸送を行っていた。1998年当時は、郵便車使用の1ボックスバン及び2トンから4トントラック、計9台を保有しており、 クルメ東郵便局所管区域の郵便ポスト収集業務及び同局と他の郵便局との間の郵便物提送業務を行っていた。現在は系列の西鉄うにゆくるめ支店が五位町支社内に同居し同業務を行っている。ありがとうございます。